はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ。今回はですね、深呼吸の力っていうタイトルでね、喋っていこうと思います。で、今私ですね、絶賛日本一の自習室を作ろうおじさんとして、間違った、作ろうおじちゃんとして活動してるんですけど、全然知らない方はですね、今8月23日まで YouTube ライブで生放送でね、一緒に勉強しようっていうのをよくやってるんです。よくっていうか、ちょこちょこやってるんですけど、それを自分昔からその生放送が結構大きな自習室を作ってるイメージで、みんなで集まって勉強しようみたいな感じなんですね。で、この前が2300人で、今までのマックスが3000人なんです。で、さすがに、もっと集めれるところもあるとは思うんですけど、それが5000人ぐらいいったら、いや本当日本で一番大きい自習室って言えるんじゃないかなっていう目標を掲げてですね、今、5000人集まる、その生放送を実施するよみたいなので、日本一のね、自習室を作ろうおじちゃんとして活動してるわけなんですけど、この前ね、集まってくれてありがとうございました。ちなみにこれを投稿してる翌日、明日ね、8月10日が山の日だっけ、確か祝日なんですよね。なので、朝の10時と夜の10時から45分間ねやりますので、よかったらお越しください。そしてよかったらお友達誘ってきてください。どこまでいけんだろうね、5000人とか。正直雲の上すぎちゃってちょっとわからないんですけど、でもそれがね、達成できなかったとしても、本気でね、そこを目指してこの生放送を続けてることに意義はあるのかななんて思って頑張っておりますので、応援の方よろしくお願いします。でですね、ちょっと本題に戻りましょう。今回は深呼吸の力っていうところなんですが、緊張したら深呼吸とかね、落ち着きたい時には深呼吸なんて、昔からよく言われる話なんですけど、ちょっとね、話がずれるとこからスタートするんですが、俺ね、朝起きた時の気分、俺だけじゃないと思うんだよね、この聞いてくださってる方の中にもいると思うんですけど、朝起きた瞬間にまず最初のファーストインプレッション、感じたことね、がすごくその日一日のモチベーションに結構関わってしまう人間なんです。なんか起きた時に、なんかすごいこう気分が冴えてる時ってありません？頭が冴えてるというか、わー、なんか今日いいことありそうみたいな、青空がいつも以上に青空だぜみたいなね、意味のわからんこと言ってますけど、それもあれば逆に、あ、なんか今日ダメそうかもみたいな、なんか別に気分が落ち込んでるとかじゃないんだよ、嫌なことがあったわけじゃないんだけど、なんか気が重いみたいなのがあって、でそれからスタートしちゃうと、その日一日結構ダメで終わることが多かったんです。でもね、それなんか良くないなって思って、もったいないじゃん別に。その前日にさ、じゃ例えば、恋人に振られましたとかね、友達に裏切られましたとか、いや、めちゃくちゃショックなことがあったらさ、その翌日へこむのはわかるけど、そうじゃねえんだよ、お前はなんでへこんでんのっていう状況なの。だから原因がないから、こう対策も打てないし、でそういうことが多かったんで、ちょっとこうなんとかならんかなって思って、いろいろ試行錯誤してたんですね。で、今回のね、そこまで聞けば、深呼吸の話なんだろうななんていうふうに予想つくと思うんですけど、そうなので、深呼吸も関わってくるんだけど、まずね、そのなんかズンってなってた時には、そのカーテンをちゃんと開けてね、日を浴びて、でこう窓をちょっと開けて、外の空気吸って、で別にそれで深呼吸したから、あ、OK みたいな、すげえ気分冴えちゃったなんてことはほとんどないんですけど、そこでセットで何を考えるかっていうと、でもねって、お前自身ね、その気分が冴えない時があったとしても、別にそれ何日間もずっと気分冴えないわけじゃないよねって、いつかは気にしなくなってるわけよ。だから気分が冴えない状況がずっと続くわけじゃないから、その理由がないからさ、その振られましたとかだったら引きずるからさ、何日間とか何週間何ヶ月引きずることはあると思うんだけど、そうじゃないじゃん。だから気づいたら忘れてんだよね。でいつもそうなわけで、気づいたら忘れた時に、あ、なんか気分が冴えてるって気づかないよね。次気づくのどこかっていうと、またそのズンってなった時に、あ、またへこんでるみたいな、また来たこれって。だそのマイナスに食らった時ね、起きた瞬間にズンってなってるマイナスのタイミングでカウントを取っちゃうんだよね、ズンって。で回復したところはあんまりカウントしなくて、またズンってなってる、だからズンが続いてるように感じてしまうみたいな状況になってたから、いや、そうじゃねえだろ、お前別に結構早いうちにケロッとしてたぞみたいな。だから何が言いたいかっていうと、今その
理由なきね、理由なきこう落ち込みというかは、そのいつかは晴れてるわけだから、別にずっと続くわけじゃないから、もうそこで切り替えちゃえよ。だって後でなんだろう、原因もなくね、時間が解決してくれてるのかもしれないけど、原因もなく解決されてるんだったら今解決できるっしょっていうふうに思うようにしてるの。そうするとね、割と俺は楽になる。だって後でもなるんだったら今でもできるっしょって思ってる、まあ、もちろん時間かかることもあるかもしれんけどね。だからこう深呼吸しながらで、まあ、ちょっとね余裕があるんだったら外散歩したりもするんだけど、たまにそうしながら、ふーってまずなんか分かんないけど、例えばやんなきゃいけないこととかがいっぱいあったりとかね、まあ、みんなだったら勉強とかさ、宿題とか分からんけど課題とかね、やんなきゃいけないことが多い時ってやっぱ人って気が落ちるじゃんか。あれもこれもやんなきゃいけないからさ、タスクが多いとね間に合わないなってなるから、で自分はやっぱそういう気はあって、仕事のこととかさ、撮影とかも含めていろんなやんなきゃいけないことが重なるとさ、もう無理みたいなねなりがちだから、ちげえと、ね、なんとかなるし、そのもしねタスクがね多い状況だったら優先順位決めなって、俺の手は右手と左手の2つしかないって、ね、頭は1個しかねえんだって、やれることは1個ずつしかねえぞって、じゃあ配置よ、お前は何からやるんだってで考えて、で1個ずつ潰していくわけしかないでしょ、こなしていくしかないわけだから。だからね、まあみんなも、みんなもっていうか、もしねそういう日があったらぜひ深呼吸して、でそのねズンとなってる気持ちはいつか晴れるから、だからその今晴らしちゃってもいいんだよって、不可能じゃねえんだぞっていうのは思っててほしいし、あとそのやらなきゃいけないことがいっぱい重なってズンってなってるんであれば、まあそれはねやっぱ自分と向き合って何からやっていく、ね、私何からやっていこっかって相談してあげて、それがやっぱり気が晴れるというか回復していく、なんだろう、きっかけになるんじゃないかなと思います。今ね夏休みの方が多いと思うんで、まあそのやっぱコロナのこともあるからさ、気は落ちやすいと思うの。でもねこれからなんだよ、学校始まってからがすごく不安俺は、うん、だから今のうちにメンタルコントロールじゃないけど、自分がね気が落ちちゃった時にどう向き合うか、どう回復させるかっていうのをちょっとずつ、みんなの、だから俺の答えはみんなの答えと違うからさ、みんなの答えを見つけるちょっときっかけになってほしいなと思って今回ね喋らせていただきました。はい、ということでね、今回のダラダラジオは以上でございます。さあ、今週も生放送頑張るよ冒頭にも話しましたけどね、ぜひもしね学生じゃない方とかさ、自習ねそれには参加しないなって方も、こういうのやってるよっていうのをなんか拡散してくださるだけでもすごくすごく嬉しいので、よかったら協力の方よろしくお願いします。ではまた来週ね何か喋りますので、そちらの方もぜひ聞いてみてください。今週のダラダラジオは以上で終わります。以上です。ありがとうございました。